皆さんこんにちは、ゆずきです。本日の動画はじゃん、ユニクロ購入品紹介になります。なんやかんやユニクロの購入品紹介久しぶりかなと思うんですけど、今回春夏に使えそうなアイテムを7点購入してきたので、早速ご紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。はい、まず1つ目の購入品は今着ているこちらのトップスになります。こちらが UV カットクルーネックカーデガン、イエローの M サイズで、お値段が2990円になります。ユニクロ定番の UV シリーズを購入しました。まずね、カラーはイエローなんですけど、ほんまに淡いイエローなので、普段色物着ない方でも着やすいですし、春っぽいカラーがすごい可愛いなって思いました。あとは結構薄手の生地、カラスがすごいな結構薄手な生地で、そんなに厚くもないので、夏に UV 対策として羽織るのにはちょうどいいかなと思います。このクルーネックもすごくポイントで、トップスとかってやっぱこういうネックラインが一番使いやすいですし、顔周りも程よくすっきり見えてお気に入りです。丈は太ももの付け根にいかないぐらいで、割と短めの丈で、サイズは M サイズを購入したんですけど、そんなにオーバーサイズではないです。なので結構小さく畳んで持ち運びとかにも良さそうかなと思います。私ほんまに日焼けすると赤くならず速攻黒くなるタイプなので、もうほんまに日焼けには気をつけたいと思うので、今年はこのカーディガンにお世話になろうと思います。それでは次、はい、続いてご紹介するのがこちらのトップスです。こちらがリブクルーネックティーホワイトの M サイズで、お値段が1500円になります。もうなんやかんやこういうシンプルなトップスってめちゃくちゃ使えますし、いざという時に助かるアイテムなので、持ってて損ないかなと思います。でカラーは普通にホワイトで、このトップスのポイントとしては、この袖が5分丈で、普通の半袖と比べたら結構長めなんですよ。なのでちょっと二の腕が気になる方とか隠せるので、すごいおすすめです。で首はさっきのカーデガンと一緒、クルーネックで、シルエット的にはまあ割とジャストサイズなんですけど、めちゃくちゃピタッとしてるわけではないので、私がめちゃくちゃピタッとしたトップスが結構苦手なんですけど、このトップスは全然着られそうやなって思いました。丈はね、思ったより長かった。さっきのカーデガンと比べると2センチぐらい長くて、ちょうど太ももの付け根ぐらいまであります。この細いリブラインが華奢見え効果もあって、すごい使いやすいトップスなんじゃないかなと思います。それでは次、はい、続いてご紹介するのがこちらのジャケットになります。こちらがリネンブレンドジャケット、オフホワイトの S サイズで、お値段が5990円でした。やっぱこれからの季節といえばリネン素材だと思うんですけど、ユニクロでジャケットを購入しました。もう形的には結構シンプルなジャケットですね。 S サイズを購入したんですけど、ほんまにぴったりサイズなので、もうちょっとダボっと羽織りたい方は1サイズか2サイズ上がおすすめです。丈はね、お尻が隠れないです。お尻の半分ぐらいの丈感で、後ろもこんな感じでシンプルになってます。ボタンはね、ほんまにコーディネートに馴染む無難なデザインのボタンですし、いい意味で特に特徴のないジャケットになってます。今なんかもうこんな感じでデニムと合わせちゃってるんですけど、春夏はキャミワンピースの上から羽織ったりしたいなと思います。今はまだこれだけで外に出るのは少し寒いかもしれないんですけど、4月ぐらいになったらほんまにこれがちょうどいい季節感のアウターになると思うので、ゲットできてよかったなと思います。それでは次、はい、続いてご紹介するのがこちらのボトムスになります。こちらがバギージーンズナチュラルの22のサイズで、お値段が3990円でした。私が多分一番小さいサイズなのかな、22が。本当に足が短いので、一番小さいサイズを試着せずに選んだんですけど、履いてみると裸足でちょうどいいサイズの丈感でした。よかった。ほんまにボトムスは絶対に試着してから買った方がいいと思うんですけど、もう買いに行った時とんでもなく大荷物だったんで試着を諦めたんですけど、サイズちょうど良かったです。カラーがナチュラルなんですけど、ちょっとなんやろな、ライトベージュっぽいカラーになってます。でここのボタンもマットでめちゃくちゃおしゃれ、程よくハイウエストですごい使いやすそうです。パンツのシルエット的にもワイドで、足のラインを拾わないのですごいありがたいです。ユニクロのデニムは間違いないですし、オールシーズン使えるアイテムなので、しかも持ってなかった、こういうカラー持ってなかったのでゲットできてよかったです。それでは次、はい、続いてご紹介するのがこちらのスカートです。こちらがデニムジャージーナロー、ロングスカート、オフホワイトの S サイズで、お値段が2990円です。もう
私の大好きな楽ちんなスカートになってます。まずウエストはこんな感じでゴムです。ありがたい。カラーがオフホワイトなんですけど、あまりパキッとしすぎていない。このトップスと比べるとよくわかると思うんですけど、なのですごい合わせやすそうかなと思います。はい、丈感は身長160センチでこのくらいです。後ろにはこんな感じでスリットが入ってます。でジャージの素材なのでめちゃくちゃ伸びるから、もう動きやすさも抜群にありますね。でこれも試着せずに買ったんですけど、着てみると思ったよりシルエットがタイトでした。まあまあジャージ素材ですし、楽ちんで履けるので私は結構気に入ってます。それでは次、はい、続いてご紹介するのがこちらのトップスです。こちらがエクストラファインメリノクルーデックセーター、オフホワイトの M サイズで、お値段が2990円です。買う時も若干思ってたんですけど、めちゃくちゃ白系ばっか買ってますね今回。やっぱり春やから明るいカラーが着たくて、白と黒があれば白を選んでしまいますよね。これもね、ほんまに使えるめちゃくちゃシンプルなトップスなんですけど、やや透け感があります。中に今黒のインナーを着てるんですけど、ちょっとわかるかなぐらいです。で薄手の生地なのですごい涼しく着られそうかなと思います。でこれもまたクルーネック。 M サイズを購入したんですけど、まあこの辺にはゆとりがあるんですけど、腕は割とピタッとしてるのかなと思います。丈は太ももの付け根ぐらいの丈です。春とかってレイヤードコーデとかよくするんですけど、そういう時にこういうシンプルな長袖トップスあるとすごい便利なので、ゲットできてよかったです。今中はキャミソールなので、この辺肌に直接触れてるんですけど、チクチクしたりは全くなくて肌触りもすごいいいです。それでは次、はい、最後にご紹介するのがこちらのシャツです。こちらが EFC ブロードチェックシャツ、レッドの M サイズで、お値段が2990円です。すごいね、新鮮なものを買ってみました。赤とか普段めったに着れへんし、こういうチェックシャツとかも一切持ってないんですけど、ちょっと今季挑戦してみたいなと思って購入してみました。これはメンズのコーナーで買いました。 M サイズを購入したんですけど、丈はお尻がすっぽり隠れるくらいの丈感です。で袖もやや長いかな、でも指先は出るぐらいの袖です。首元はほんまにシンプルなシャツになっていて、赤とホワイトのチェック柄です。結構シャツってカチッとしたイメージとか、メンズライクなイメージがあるので、今先ほどご紹介したこういうスカートとかと合わせてインとかするとすごい可愛いんじゃないかなと思います。あとは夏とかにさらっとキャミソールの上から羽織ったり、たすき掛けとか肩掛けのアイテムとしても使えるので、これから長くお世話になりそうなシャツを購入できたなと思います。それではエンディングに行きましょう。はい、いかがでしたでしょうか、私のユニクロ購入品紹介でした。先週先々週と韓国で撮影したルックブックを上げていたので、お家で YouTube を撮るのが久しぶりで、なんか説明が短かったような気がするんですけど、商品の良さ伝わったでしょうか。皆さんのお買い物の参考になると嬉しいです。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。